Sunshine FM 76.1. Sunshine FM 76.1.始まります新コーナーです。私の本棚、サンシャイン FM の朝朗読の魅力を取り上げるコーナーです。全国の朗読愛好家の方の作品朗読を聞いてもらいます。横山美和のお仲間の方々にお声掛けしてですね。で、まあ、中心となるのは、日本朗読検定協会というですね、そういった協会があって、そこの講師の先生方を中心にお声掛けしてですね、読んでもらいます。今朝の物語は、芥川龍之介の魚河岸というお話です。時代は大正。魚河岸がまだ日本橋にあった頃ですね、主人公の安吉が、夜も更けないうちから3人の仲間と飲み歩いていました。まだ飲み足りないなぁという感じだ。その3人が一軒のこじゃれた洋食屋に入ります。そこでさらにお酒を酌み交わしていると、見るからにチンピラ風のいかめしいお客が入ってきます。そこから物語の空気感が徐々に変わっていくという芥川龍之介の短編小説です。今回はその前半部分を聞いてもらいます。朗読は佐野和俊さんです。去年の春の夜と言っても、まだ風の寒い月の冴えた夜の9時ごろ、安吉は3人の友達と魚河岸の往来を歩いていた。3人の友達とは、俳人の露西、洋画家の風中、蒔絵師の序太。三人とも本名は明かさないが、その道では知られた腕っこきである。ことに露西は年笠でもあり、新傾向の俳人としては、つとに名を馳せた男だった。我々は皆酔っていた。もっとも風中と安吉とは下戸、序丹は名代の酒豪だったから、三人は普段と変わらなかった。ただ露西はどうかすると、足元も少々危なかった。我々は露西を中にしながら、生臭い月明かりの吹かれる通りを日本橋の方へ歩いていった。露西は生粋の江戸っ子だった。曽祖父は職さんや文鳥と交友の扱った人である。家も菓子の丸姓といえば、あの界隈では知らぬものはない。それを露西はずっと前から家業はほとんど人任せにしたなり、自分は山屋の路地の奥に区と書と天国とを楽しんでいた。だから露西には我々にないどこかいなせな風格があった。下町かたぎよりは伝法な、山の手にはもちろん縁の遠い、いわば貸しのマグロの寿司と一味相通ずる何者かがあった。露西はさも邪魔そうに時々街灯の袖を跳ねながら快活に我々と話し続けた。ジョタンは静かに笑い笑い、話の相づちを打っていた。そのうちに我々はいつの間にか貸しのとっつきへ来てしまった。このまま貸しを出抜けるのはみんな妙に物足りなかった。するとそこに洋食屋が一軒、片川を照らした月明かりに白いのれんを垂らしていた。この店の噂は安吉さえも何度か聞かされたことがあった。入ろうか。入ってもいいな。そんなことを言い合ううちに、我々はもう風中を先に狭い店の中へなだれ込んでいた。店の中には客が二人、
細長い宅に向かっていた。客の一人は貸しの若い衆、もう一人はどこかの職工らしかった。我々は二人ずつ向かい合いに同じ宅に割り込ませてもらった。それから平貝のフライを魚にちびちび政宗を舐め始めた。もちろん下戸の風中や安吉は二つと直は重ねなかった。その代わり料理を平らげさすと二人ともなかなか健淡だった。この店は宅も腰掛けもニスを塗らない白木だった。おまけに店を囲うものは江戸伝来の吉津だった。だから洋食は食っていてもほとんど洋食屋とは思われなかった。風中はあつらえたビフテキが来ると、これは切り身じゃないか、と言ったりした。ジョタンはナイフの切れるのに、大いに敬意を表していた。安吉はまた、伝統の明るいのが、こういう場所だけにありがたかった。ロサイも。ロサイはとちっこだから、何も珍しくはないらしかった。が、鳥打ち棒を阿弥陀にしたまま、ジョタンと研修を重ねては相変わらず快活に喋っていた。するとその最中に中折れ帽をかぶった客が一人ぬっとのれんをくぐってきた。今朝の朗読は芥川龍之介作魚河岸、朗読は佐野和俊さんでした。佐野さんは俳優、劇作家、朗読家としてテレビ、映画、舞台などで活動中です。また日本朗読検定協会のプロフェッサーとしてオンラインレッスンも受付しています。オンラインレッスン興味のある方は声の表現アカデミー、声の表現アカデミーで検索してみてください。私の本棚でした。